はい、こんにちは。三宅もっけ三代目店主三宅勝崎と申します。本当ね、結構言ってるんだけど、本当寒くなってきたんで、皆さん今日なんてもうイエローさんにストーブつけると今ね、寒がりなもんで打ち合わせのね、事務所で、はい、ストーブを早速つけまして、はい、朝方だけじゃなくてね、もう常時ストーブが必要になってくる季節でございますが、そんな季節になりますとですね、釧路在住の方はね、今年はもうやらないのかなとか思ってるんじゃないかな。なんとですね、今年釧路模型展示会2023、ついに4年ぶりの復活でございます。今日はね、ちょっとこちらの方の宣伝をさせていただこうかなと思っております。ホームページを見ながらお話しさせていただきます。釧路模型展示会2023開催のお知らせ、令和5年11月の11日12日コア大空東部地区コミュニティセンターにて、釧路模型展示会2023を開催する運びとなりましたと。昨年はサブカルイベント未来の雫釧路の中でね、釧路模型展示会を行ったんですけれども、今年は4年ぶりに実行委員会単独の企画運営で行います。また2020年以降自粛しておりました懇親会も開催することといたしましたと。釧路模型展示会実行委員会一同皆様の参加 ご観覧心よりお待ちしておりますということでね、発表になっております。はい、これね、出品締め切りは10月の20日ということでね、この動画が上がる頃にはちょっともう終わってしまってるんですけれども、ぜひ皆様にも見に来ていただきたいなと思って広告しております。でね、なぜ僕がこのホームページを見ながら喋ってるかっていうと、実はですね、去年までか、未来の雫釧路も含めて、自分ね、ここの、会長をやらせていただいてたんですけど、引退いたしまして、はい、引退といってもですね、前向きな引退でございます。実はですね、今回やっぱり未来の、これの前まで図書館とかでね、釧路の図書館とかでいろいろ模型の展示会何回か重ねてね、それこそ1000人以上のお客さんに来ていただくような形まで持ってたんですけれども、コロナを明けて同じ形でやるっていうのはなかなか難しいと、結構大幅に形を変えて、それで、運営していかなきゃいけない。それから図書館でやった時の問題点っていうのもたくさんありましたので、それをどういうふうにしていくかっていうのをみんなでいろいろ話し合って、ね、進んでいく中で、この大きく変わるタイミングで世代交代してはどうだろうということで、実はですね、前の回、去年まで養殖についてた人間が全部抜けてですね、今これ若い人たちだけで企画運営っていうかしております。ね、じじいたちはですね、相談が来たらね、答えるけれども極力何も言わないようにっていうことで、みんなで口裏を合わせてですね、はい、それで今行ってるんですけれどもね、本当にだから今回は場所もちょっと釧路の郊外の方に、駐車場を大きく取れるところに移りまして、そういう場所を使うっていうことでね、ちょっと実費がかかってくるので、参加される方にはちょっとね、参加料というのがかかってしまう形になったんですけれども、今日見に来られる方は全然無料で今まで通りやります。はい、その分ね、お金を預かるわけですから、しっかりしたものできるんじゃないかなというふうに僕は思っております。はい、でね、やっぱりなんていうのかな、その4年間貯めて作った実行委員会自身も飾るので、4年間貯めて作ってたものを見せたい、みんなと交流したい、そのパワーってすごいよね。すげー頑張ってくれてる。はい、ね、ね、それこそこの開催されるよって言ってね、申し込んでくれた方とか、いろんな方とこう一緒にやっていくんだけど、もう中の人間は中の人間で、なんて言うんだろうな、今回のこの復活もね、本当にその自分たちの遊ぶ場所を自分たちで作るっていう思いですか。そりゃね、野良で作ってね、ウェブだったりとかね、展示会あったら参加してとか、そういうのがやっぱり気楽でいいかもしれないけど、やっぱり今動いてる子たちはね、すげえそういうところではね、僕はなんか
あれじゃないですか、模型っていうのと自分の生活っていうのと商売っていうのを切り離せないような立場なのでね、それこそ前回の時とかもね、頑張ってるはいるんですけれども、それと全く関係ない自分の趣味を何かしたいっていう人たちがね、ここまでがいやすげえ頑張ってんなっていうのが正直な印象。本当にね、自己委員の人たち頑張って今作ってますので、もう皆さんにね見てもらいたい。はい、そのね、模型展示会の作品もそうだしね、その運営もそうだし、これから彼らが目指していく場所ね、どういう場所を目指していくのかね、そういうのも含めて、はい、どういう形で今回釧路模型展示会が開催されるのか、僕自身もすごい楽しみです。作品もね3年間作りためたものですよ皆さん。4年間、うん、4年ぶりね、未来の雫内ではやりましたけれども、やっぱあの時ってね、ちょうどそれこそ未来の雫やる2日か3日ぐらい前に緊急事態宣言が出て、いきなり参加者のうちの半数以上がキャンセル、それから実行委員の中でもお仕事的にそういう場所には行けないっていう人も多数出て、もう本当になんとか体裁を整えたみたいなぐらいのことしか、悔しいけどできなかったの、僕の一番最後は、うん、それしかできなかったんだけど、それがね、うん、今のね、今この状況で何ができるかっていうのを柔軟に受け止めて、それで、自分たちの遊ぶ場所をこういう風にしたいっていうのがね、すごく伝わってくる展示会になると思いますので、ぜひ皆さん遊びに来ていただければと思います。土曜日日曜日に今回開催される場所までお店を抜けることができるかどうかはちょっと不安な部分があるんですけれども、僕も懇親会には参加させていただきます実行委員の一員として参加いたしますので、はい、ぜひということで、皆さん場所を間違えずにぜひ、遊びに行ってください。よろしくお願いします。はい、三宅模型では各種 SNS やってございます。それからね、 YouTube も高評価チャンネル登録いただけますとモチベーションも上がりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あとね、不定期ではありますがライブ配信やってございますので、そちらの方もお時間ある方はぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。見どころ、そうだね、今回のね見どころとしてはね、なんだろうな、ちょっと僕ね今回のね、まだそれこそ中心部にいないので、ね、まだこの動画上がるのは締め切り後ですけど、締め切り前の段階でどういう人たちが来てるかちょっとわからないですけども、今日そこそこの人数は来てるはずです、はい、現状ね、うん、それとやっぱりそのなんだ、この4年間作りためたものがついに出てくるっていうのはね、ワクワク感があるんじゃないかなと思いますね。あと模型展示会どれもそうですけれども、やっぱりウェブとかで写真で見るのと、それと展示会で実物見るのは全然違うのと、それからあとね、展示会会場ね、結構広いとこを抑えれてますので、多分ね中にある程度の人数いても問題ないと思うので、作者さんとかがねすぐ作品のそばにいらっしゃったりとかっていうのはあるので、やっぱりそういうところでね聞いてみたりとか交流を深めることができます。あとやっぱりね、僕意外とねこういうね展示会ってね、うん、そのなんていうのかな、懇親会とか重要だと思うね、うん、楽しいよ本当に、その好きなものをねやりたいと。でね、俺らの時からやってたけど、懇親会の中でね積みプラ交換会とかね、そういうようなイベントとかもいろいろと、まあ、今回も企画してると思いますので、はい、参加できる方はぜひよろしくお願いいたします。